超進化できるまで終われまてんということで、意外になんかできちゃったんですよ、フランキー将軍で。フランキー将軍に出てる襲来戦が若白ひげなんですよね。じゃあ若白ひげ来てるってことはスカルで、まあ今もうね、新フジトラで回ってて、いや強いね、やっぱ。まあ火だめ増加はあるけど強いで、結構ね、スキルマックスの人がいなくなっちゃって、で17ターンでできて、まあフランキー将軍自体は18ターンでも全然できると思う。でもね、若白ひげが多分結構きついかなって思う、若白ひげは、相当きついと思う。若白ひげで18ターンの重さをどうカバーするかっていうのは俺には分かんないな、難しいと思う。そもそもカバーできないんじゃないかなって思う。でその4回でフジトラのスキル発動しないと倒せないんですよ、あいつら。あいつらって誰っていうと、隊長なんかね、まあ長ですよ、まあ偉いやつ、ちょっとまあ海軍じゃねえな、あれの中で偉いやつらは、まあ、防御力が高くて、なんかね、多分10くらい、防御力はね、フジトラの攻撃力だったらそんなになんですよ、貫通はできる、スロット1だったら。だから結構コンボ数もきついなって思って、やべえって思って今やってます。いや重いのうぜえよ。で5ターンも短縮されるからね、スキルまで。全員スキルマンにしてろやって思っちゃってね。思っちゃいましたね。やっぱスキルマ重要だな。スキルマは重要です。うぜ。これやべえな。おお。さすがだな。いや火力がちげえわやっぱ。強いねやっぱ。うざい。今回もね、フェスでいいの当てたいですよね。石4つ以内で。どうしようかな。トレジャーマップビッグマンも俺やるかな。え、やんないかもな。めんどくせえからな。やらないかもしれない。まあ安定してクリアできますね。でもきついな。あんまね、いいパーティーとは言えないと思う。でもドジってフランキー将軍の一撃食らったら死にますからね。5万くらい、そのフジトラの火ダメ上昇で5万くらい食らっちゃうんでね。フジトラな、もううぜえよな、火ダメ上昇って。でもなんかあれだよね、助っ人船長、その運営が出してくれる船長って中途半端すぎない？あれ、あんなスキルレベルも低いしさ、あれトレマップキャラだったら通用しないもんな。
あ、もう全然来なくなった。嫌になっちゃうよ。2回襲来戦来たんですよね。でもね、なんかダメでしたね。落ちなかった。クリスタルスカルが体調が落ちやがった。いや、ほんと腹立つわ体調。あ、マジで4回、1から4回まで全部宝箱ドロップしてほしいわ、するんだったら、うん、やりたくないな。あ、石回復しなきゃダメなのかな。いけるかな、あいつで。あいつ火力低いもんな、うん、まあ、いいや、今日はこの辺にしとこうかな。船長がいないってきついっすな。まあね、キュロスだな。キュロスが悪いな。キュロス全然解放してねえ。解放しなきゃな。キュロス、キュロスは何で、あ、イベントクエストだったらあいつでできるか。でもイベントクエストのキュロスも意外に強いんだよな。ギミック回復は1ターンだけど、でも結構発動ターン早いし、いや襲来戦全然来ねえわ。来ないのはいいけど、まあ最初が運良すぎたんだな多分。でも運はいいんだったらもっと最後まで運良くしてほしいよね。クリスタルスカス、スカスってね、スカルはね。でも結構、でもね、俺やっぱね、全然ね、なんだ、あの、揃えてなくてね、ドラマキャラもうだいぶやってないですよ。あの、ルフィからやってない、俺は。あの、即ルフィ、トレジャーマップのルフィからもうやってないです、僕は。ねえ、あの時はすごい楽しかったですね。ポイント3倍だっけ？もう2倍かなんか、3倍とかもすごい膨れ上がったポイントで、ガッシャガシャ2倍かやってましたね。正月はね楽ちんだったね、うん、やっぱあれ一回経験しちゃうとねきついよね。本当にうざいよね。攻撃力ダウンとかさ、体力ダウンとかしてきたら本当うざいと思う俺は。マジであれは、トレジャーマップはねクソですね、うん、やっぱねどうやってもねやる気出ないし、新世界リーグじゃないとまともな報酬もらえないしね。よくみんなできるよなトレジャーマップ。でも強いんだよなみんなキャラ。俺はそろそろまたやんないと、今回の4周年で今まで出してきたトレジャーマップキャラクター1回全員ね、キャベンディッシュまで来たから、うん、トレジャーマップな。ドリンクどれくらいいるんだっけあいつら。もうドリンクのイベント常設してほしいよな。あー熟練度300万かとほほーっていうくらいで、こっちが500万ねで、普通のやつらが200万か300万。大瓶6個か。全然落ちねえよクリスタルスカル。今赤が2個あんだよね。前のなんだ、襲来戦確定イベントでゲットしたんだよな。でもどう考えてもキャベツむずくね。あれはキャベツむずすぎだろ、うんうん、キャベツ俺ねあれだよ、キャベツはマジで射撃パじゃないとあれ無理だと思う。でも射撃場だったら絶対いけると思うんだよね。キザルにウソップ入れて、で回転で強くしてみたいな。でもね、シャンクスが一番難しい気がする。うん、シ
ャンクスむずすぎるよな。キャベンディッシュはキャベンディッシュでむずいけど、あの道中の敵がね厄介だよね。ガープも難しいよな。あれもうクソだもんな。即属性のさ必殺封じとかあれうぜえよな。でもガープ強いんだよな。めちゃくちゃ強くない？だって格闘タイプの攻撃力 2.75 倍にするし、割合ダメージなんだっけ、割合ダメージを割合ダメージ受けるダメージ 15% 減だから強いよな。でも限界突破したジンベイ格闘タイプ 2.75 倍だけどね。まあジンベイ超進化したけど、まあ5月も超進化あんだろうな。誰が来んだろうな。野心かな。やっぱドフラミンゴとフジトラが超進化してもいい気がするね俺は。でフジトラの決戦で野心の体力増加みたいな、野心斬撃タイプの攻撃力を 1.5 倍にし体力を 1.4 倍にするみたいな超強いの来てほしいわ。でもむずいんだろうな。フジトラってもうやばいもんな。多分なんか常時割合ダメージ受けそう。なんかそれやばいよな。マップダメージで常時割合ダメージ 10% みたいな、むちゃくちゃだから耐久絶対できねえじゃんそんな、でも来るかな特訓の森ね。来そうだよね。ビッグマムを下手したら心属性かもしれないからね。あーでもビッグマムトレジャーマップだった。トレジャーマップ俺さすがにちょっと性能見てやるかやめない やらないか決めようかな。ビッグマム、ビッグマムは今回なんか違うらしいけどね、いやでもビッグマックはねちょっとビッグマックって言っちゃった。ビッグマムはちょっと頑張ってやってみるわ。まあね、もう襲来戦来ないからもう萎えた。でフレンドもいないしね。あのお助け船長をさもっと高性能にしてほしいよな。あれは絶対小出しにしてんじゃん、分かってんじゃん運営。限界突破マックスのフル状態にしてほしいよね。スキルレベルマックス、解放もまあまあそういうのにしてくれて、で綿あめはね、まあ、攻撃体力もしくは回復みたいな33ずつ振るのも面白いよね。33は違うわ、66か違うな。200÷3ってなんだ。66か、66だと198か。まあそんな変な振り方もしてほしいけどね。でもなんかだってあれでさ完璧のしちゃったらダメだもんね、助っ人船長って言って。それが意地悪なんだよなトリクルの。俺そういうとこだと思うよトリクル、絶対分かってるもん。だってさトレジャーマップキャラをさお助けキャラにしたらもうさ無能だもんあいつら。フレンドがいればいいのかみたいなね。最近斬撃波でフジトラしか使ってねえよ。でも
強いよな。でも火だめがねきつすぎる、うん、あいつがいなければ本当に平和なんだけどな。火だめなんで増やしてんだろうな。まあでも火力高すぎるもんな、あれで。あれであれはやべえもん。でも思ったけどさ、シャンクス強くね？あれエンハンス3つくらいかけられちゃうようなもんじゃん。まあ4体以上いる場合だけどさ、そもそもプラス 0.9 ってやばいよな、チェーンケース。だって最後の人が 3.9 でしょ？嘘ついた、 3.4 だよ。レイリー超えるもんな、 3.4 は強ってなるよ、うん、あと、うん、まあなんか簡単なのにしてほしいな。なんかミニゲームめちゃくちゃ集めて、それいいね、ミニゲームをクリアしたらみたいな。もうトレクルとかけ離れてもいいと思うよ。さすがにあの周回はきつすぎるもんな、うん、トレジャーマップ最初は楽しかったけどね、やっぱ白ひげあたりがねきつかったな。あれ全然使わねえもん。強いけど全体ダメージだけどさ、戦長効果として白ひげで結構モチベがガクって下がった。でキャベツは強い、わあ強えわって言ってやった。でまあまた上がった。でルフィも属性相性 1.75 なってやった。でも正月はね、やっぱみんな正月凄めず引くじゃん。だから正月凄めずみんな引くから、石貯めてるわけよ。ってことは自然的にビビさん、ビビとウルージを当てやすかったんだよね。みんな貯めるし、運営も50個くらい配布してくれてたから、まあ、4周年もなんかね、40個くらい、50個プラス44個くらいくれよって話だけど、がっつりとね、また、古事記だからな、やってること。でもなんか、怖いのがさ、キャンペーン第2弾とかあって、そっちの方が良かった時が一番怖くない？一応船の効果は6月くらいまで続くわけよ。で今ここルフィをルフィ&ナミを引いていいのかって話になるじゃん。それ怖いよね。フェス現率2倍なのかな。フェス現率2倍ってな、4倍くらいにしてほしいな。なんかあんのかな、まだなんか隠してそうだよな運営は。まあ、トレジャースゴフェスみたいなのもあるんだ。あ、それがサンジとレイジかな。あ、それ違うわ。まあね、あとめんどくせえな。まああとね、通常エリアをぐるぐる回って石も集めなきゃいけないし。まあね、でも楽しいっすね。バイバイ。唐突だな。